たな先発候補、現る。成績えぐい。先発の超新星。育成選手の、松木平裕太選手。4月7日、ファームのソフトバンクとの一戦で、7.1 回103球被安打3の無失点と好投し、これまで3試合を投げて防御率 0.44 と、驚異的な数字を残しており、支配下登録に大きくアピールしている。やばすぎ、梅津の穴埋めれるでしょ。他のチームなら余裕で一軍呼ばれる。何気に根尾投手や中木投手よりも、先にチャンスが回ってくるかもな。中継ぎの防御率って言われても違和感ない。絶対にすぐ支配下登録するべきだろ。中日投手陣、選手層厚すぎるだろ。下手したら福谷とかよりも全然いい。一軍でやってみないとわからんけど、期待するだけの価値は十分あるな。上田ルートにはならんといてくれよ。ヒロトの次にすごい若手なんじゃね。なぜ育成なんだ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。